Are you ready? ケスラとサンダクエじゃな。あれは確かサッケルとかって技だな。こっちのサイヤ人たちの戦いのやつを見せてもらうんじゃねえか。あったぞ。いきなり全力出してくのかよ。そんなに張り切ってやがるな。やるね。それ減った方は焦ってんだろうな。面白くなってきたぜ。攻撃中に無防備になるところを狙ったってことか。考えたな。いいタイミングでフォローが入ったな。攻撃中に無防備になるところを狙ったってことか。考えたな。勝利を確信したとしてやがれ。それをついて見てろだ。そうそうそう、こうやっちゃ遠慮せずにガンガンやればいいんだよ。今の攻撃が動力ないんじゃねえか。攻撃中に無防備になるところを狙ったってことか。考えたな。すげえ勢いで突っ込みやがった。おましれそう、こうやっちゃな。突っ込んだな。押され始めたおかげで少しは緊張感が出てきたか。そうそうそう、遠慮せずにガンガンやればいいんだよ。もう俺はいよいよまずいな。はい、気合い入れろよ。勝負はまだ終わってねえぞ。これだけ強力な攻撃を連続で決めたんだ。相手の方は結構きついと思うぜ。バトンタッチか。タイミングを取るべきだ。できるんだぜ。すげえ勢いで突っ込みやがった。だろうな。これだけ強烈な攻撃連続で食らったらさ、これがチームプレイってやつだ。悪くない攻撃だぜ。決めるか。ここだ。よしか。はい、せーの。2人とも限界が近づく。こう感じたな。それくらい全力でやらなきゃ本当の戦いじゃねえよな。もう一発くらい食べたい。しまったね。これは後まで引きずるんじゃねえか。一人倒れたか。よし、次だすげえ。これは全員片付けてやばい、きつい一発が入った。まさかここまで白熱する派手に暴れたじゃねえか。よし、それだけの力があるなら今度は私と勝負だ。まさかここまで白熱するとはな。ここまで接戦だと次やった時はどうなるかわからねえぞ。お前もポタラじゃなくてフュージョンを試してみればどうだ。引きずるんじゃねえか。すげえ勢いで突っ込みやがった。
な、あいつ。すげえ勢いで突っ込みやがった。おまじで相当だっちゃな。ウルトラピックバッター大物出したね。これで蹴りつけようってことだ。好きだらけのところにうまく突っ込んだな。強めに来た。そうこれきちゃ遠慮せずにさっきょり倒れたか。よし次だ。次全力で来い。こっちの方が少し有利じゃん。まあ私だったらこの程度余裕で巻き返すけどな。簡単にいるフォローもあったな。何だっけ、ノアド中に無防備になるところを狙ったってことか。考えたな。終わりだ。すげえ勢いで突っ込んだ。面白い走行だっちゃな。受けれるか。次だぜ。最後まで残ってた方が勝ちってことだからな。残りを倒せば問題ないんだよ。好きだらけのところにうまく突っ込んだな。こっちの方が少し見えるんだよ。まあ、この程度無理で巻き返すけどね。これだけ強力な攻撃を連続で決めたんだ。相手の方は結構きついと思うぜ。結構面白かったぜ。でも私がやってたら、さあ次だ。トロトロやってんじゃねえよ。